嘉手納基地では老朽化した F-15 戦闘機の退役に伴い、去年11月から F-22 ステルス戦闘機や F-16 戦闘機の暫定配備が進められています。こうした中、先月28日には F-35A ステルス戦闘機合わせて12機が暫定配備され、先月30日から飛行訓練を開始しています。また今日午前10時ごろ、複数の F-16 戦闘機が立て続けに離陸するのが確認されました。機体はおよそ1時間20分後、基地の上空を旋回飛行した後着陸し、周辺に大きな騒音を響かせていました。嘉手納基地では F-15 戦闘機も依然として飛行を続けており、騒音の増大など基地被害の拡大が懸念されています。